ジャクサ本社調布航空宇宙センターは東京都調布市に位置する独立行政法人宇宙航空研究開発機構の研究施設、研究開発本部や航空プログラムグループの本拠地が置かれている。調布航空宇宙センターは1955年に航空技術研究所として設立された。1961年2月に調布飛行場分室が設置され、 2002年4月に、調布飛行場分室は、調布飛行場支所に改称された。2003年10月に、宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所、宇宙開発事業団が統合し、宇宙航空研究開発機構が発足した。新しく誕生した、JAXA の本社は、調布航空宇宙センターに置かれることとなった。ただし、本社業務の一部は、 東京事務所で行われている。調布航空宇宙センターでは、専音速風洞やエンジン試験設備あるいは、スーパーコンピュータを使用して、省エネルギー低層大型の旅客機や、環境適応型エンジン等の技術の研究開発が行われている。また、調布航空宇宙センター飛行場分室では、実験用航空機や飛行シミュレーターを利用した、技術実証。 次世代航空機の研究なども進められている。調布航空宇宙センターの展示室では、現在取り組んでいる研究活動や、これまでに行ってきた研究が紹介されている。入室無料。また、敷地構内にある別棟の職員食堂も、営業時間中であれば使用可能。ありがとうございます。